はようございます。幸せの森公園でございます。芝桜が斜面全面に植えてあるんですけどね、これが台風かなんかの大雨の影響でね、ずいぶん崩れまして、今どうなってるのかね、シートかけてあるね。もう斜面がピンクに染まってましたからね。あ、なるほど、黒く見えたのはこういうことか。シート貼ってありますね。はいはい、分かりました。意味がシート貼ってあるんでね、まだ今からでしょうかね。4月の中頃からね、大体5月の中頃に1ヶ月ぐらい斜面がピンクに染まるんやけどね、ちょっと上がってみましょうか。はい、ここは芝生広場でございます。芝桜ザーッ咲いてないけどね、ちょっと斜面が崩れてるみたいですね。そういうことでございましたか。あの、何年か前を知ってるんでね、全然どういうことかなと思って、あの階段も変わってないな。あの上まで上がって、あの上で上上がってね、あっこから電波飛ばしてデジタル無線やってたんですね、何年か前は。まあ奈良で運用してもなかなかね、無線取ってくれる人いないんでね、大阪の方では何回か取ってくれたけどね、奈良はほとんど1回ぐらい取ってくれたかね、そんな状況でございます。何年か前はね、やってる人少なかったんかな。おお、大きな石がちょっと上上がってみましょうかね。上がれるかな。展望広場はね、左上がっていったらあるんですけどね、無線やっとる頃やから3、4年前やから、斜面が崩れたんだなこれね。この辺も全部前はね、芝桜植えてあったと思うんだけど、残念なことになってますわ。このそうやな、養生中でございます。花咲いたらね、大変ですよ。走ってるとね、ピンク色の斜面が目の前に飛び込んできます。確か上はものすごく広い、あの広場だったかね、記憶によると。八田丘陵から、あーと奈良見えんか。奈良はね、ちょうどあの辺に若草山とかあるんだけど見えないな。ちょっとガスっとるね、大和高原とかね、ずっと見えてますけど、これどれぐらいで階段あんのやろ。200段ぐらいあるかもしれないな。200段以上あるかもしれんな、これ。昔々あっこ歩いたんやけどね、ダイヤモンドトレイルを。この芝桜が全面やからね、すごいことになるんやけどね。なんか石が、大きい石があったような記憶するんだけど、ないね。勘違いか。勘違いかね、これ。記憶ないな、これ新しいな。この付近から長いこと、あの無線、デジタル無線やったんだけどね、まあほとんどね、反応なかったですけど、どっかと奈良の方がなんか喋ってあったけどね、古墳がぼそぼそ見えんねんけど、どれがどの古墳かはちょっと確認取れませんけどね。まあ、展望広場、こんな広場広いですよ。これ奥まで200メートルありますよ、これ。200メートルぐらいあるかね。幅が7、80メートルで、奥行きが200メートルぐらいありますか。これは広い。あ、ここの石垣なんだろうね、あれ。あれ、綺麗な石垣組んであるんだけどね。あの上なんかあんのかね。あれはどこかね、場所がね、ちょっと分かってないんで。あ、はいはい、分かった。わかりましたよ。ずーっと上がって、あの向こうの方にね、
二塚古墳やったかな、あの行く手前やな。あんなこと、ああ石がここにあるから、あの石がねどうも向こうにあったはずやけどね、上にね。タンポポの群衆でございます。桜もね、もう葉っぱが出てきましたからね。これは南半納堂でございます。降りるのは楽でございます、ものすごくね。そうなんだ、あれはなんだ、あの石はなんだ、何の石だ、あれはどうも見た感じ古墳とかなんとかの石みたいな。はいはい、ありがとうございました。幸せの森公園でございました。ただ上展望台なんか広いからね、上がってね弁当食べれますよ。中身も最高でございます。奈良盆地が一望できますからね。はい、ありがとうございました。ぜひね来てくださいね。ほんで、ああいう芝生広場がね、この1面、2面あるんですよね。これ広いと思うんですよね。はい、ありがとうございました。